皆さんこんばんは、MK です。ゼルダの伝説、ブレスオブザワイルド、パート100やっていきましょう。今回はいよいよラスボス、厄災ガノン倒していければと思います。そう、MK さん、パート1っていつやったんだっけと思ってさっき見返してたら、なんと、2022年の5月にやってるんですよ。なので、もう1年越しのラスボス戦ですね。MK さんは果たして厄災ガノンを倒して、ハイラルの平和、そして、ゼルダ姫を救うことはできるんでしょうか。楽しみだという方はぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ということで早速行きたいんですけども、前回ゼルダの部屋に行った時にこの絵の弓あったのにちょっと取り逃していたので、まずはそちらを取りに行ってもよろしいでしょうか。よーし、じゃあゼルダの部屋までパラセールで飛んでいきましょう。そしてこの絵の弓を取りつつ一つよろしいでしょうか。 MK のゲーム実況チャンネル、なんとつい先日チャンネル登録者数41万人を突破しました。いつも応援してくださっている皆さんのおかげです。本当にありがとうございます。そしてなんともう少しでチャンネル登録者数42万人ということで、まだチャンネル登録をしていないというそこのあなた、まだチャンネル登録していませんね。ぜひ、この機会にチャンネル登録の方よろしくお願いします。登録したらコメント欄にチャンネル登録したよと書いていってください。そうすれば私、個別に返信していきますので、そういえば MK さんのチャンネルたまに見てるけど、実はチャンネル登録はしてないんだよなという、そこのあなた。もうここまで来たら MK さん、チャンネル登録者数50万人目指しちゃってくださいという、そこのあなたも、ぜひ、この機会にチャンネル登録の方よろしくお願いします。皆さん、チャンネル登録終わりましたか？ちゃんとポチッと押しましたか？よーし、じゃあガノン戦行きましょうか。ちょっと待てよ。ガノン戦の前に逃げないといけないね。これはね、もう待って、今さ、リーバルトルネード使いたくないんですよ。リーバルトルネードを残した状態で、なんとかガノン戦に行きたいので、若干耐えてるところだったんですけども、待って、リーバルトルネード使わないで上までどうやって行けばいいの？ちょっと、もっとスマートにガノン戦に行くつもりだったんだけど、滝行くか。ちょっと待てよ。一旦、ゾーラに着替えて、滝にしましょう。その方が、多分ね、リーバルトルネードなしだったら、上に行きやすいかと思います。もう、ここまで来て何をやってるんだ。ほい。はい、ほい。待って、頑張り大丈夫ですか？若干心配ですけども。はい、ここ登って、どうなる？いや、いけるな。待てよ。頑張りゲージの感覚だけ気ぃつけよう。はい、ここ上行って、次が、ここもう登ればいけるかな。いけたいけた。本丸までたどり着いてますけども、ちょっとリンクさん、これ一回降りた方がいいね。一回降りて、はい、ちゃんとビームを避けて、で、避けつつ、ここの滝を登っていきましょう。いや、ゾーラ、本当に助かるわ。ミファちゃん、ありがとう。リンク用に作ってくれて。ということで、マジで緊張するな。で、MK さん、正直ね、7年前に、発売時、ガノン倒してから、もうやってないんですよ。あんまり最近は。だから倒し方も曖昧なんですけど、まあなんとかなるでしょう。前回ね、英傑の服とハイリアのズボン、マックスまで強化しましたから、そしてもちろん、ハイリアの盾、そしてマスターソード、あとはさっき拾った、この絵の弓で、行きたいと思います。行きますよ。そう、一応、ここまでの流れを説明しとくと、もちろん4神獣はすべてやっておりまして、ダウンロードコンテンツも、剣の試練まで含めて全部やっております。で、ミニチャレンジも全部終わって、もちろん英傑たちのバラットも終わってるよ。で、ホコラチャレンジもね、ミニチャレンジも多分全部終わってると思うんだ。で、プラス、ホコラも120個終わってるんで、あとコログとマップだけなんですよ。100% で言うとね。で、その状態で、ガノン戦という感じでございます。行きましょう。本丸初めて登録されるな。うわ、待って、本当に緊張する。ガノン、よくも 100% ともゼルダを閉じ込めてくれたな。リンクが助けに来たぞ、1年越しに。うわー、心臓みたいなのが光ってた。ゼルダの光か。助けに来たよ、リンクが。ほら、声が聞こえる。助けに来たよ。100年間もお待たせ、100年間も 100% ともお待たせ。ごめんなさい。大丈夫だ。リンクが来たからにはもう、ガノンは倒してみせる。ビームが出てきた。せっかくの式典長が、なんてことしてくれんだ。ビームで。何？どういう形なんだっけ、最初。もはやそこすら曖昧なんですけども。気持ち悪い。出てきた。うわ思い出した。これ強いんじゃなかったか。地面が壊れて落ちていく。待てよ、本当に緊張してる。今心臓の高鳴りがやばい。クリアできるかな。一応ね、前回マックス料理とかもたくさん作ってきたし、英傑の力も全部マックスにしてるし、妖精も持ってる。でもちろんミファーの祈りもある。なんとかなると思うんだ。パラセールでゆっくり降りていく。気持ち悪い。そう、雲みたいな姿なんだよね最初。こんにちはカノンさん、100年ぶりのお目覚めですか。リンクのことを見つけた。どういう姿だよ。なんでこんなになってんだよ。ハイラル城に救う厄災ガノン、かっこいいけど気持ち悪いけどかっこいい。お顔近いて。ちょっと待って、まず剣系の料理を食べる。そうだった、リーバルお願いした。四神獣解放してるんで、四神獣のみんなの力がバーッとビームで飛んでくるはずだ。ミファーちゃん頼むぞ。よし、ルッタからもビームが出てきた。さっきもメドウからビームが出てましたね。そして次ダルケル、相棒頑張るぞ。いや、こうやってみんなで最後さ、神獣解放してると共闘するの熱いよね。よし、ウルボザー任せろ。よし、ゼルダのことはMK さんが救うから任しとけ。ナボリスからもルーダニアからもビームが出てきて、これでガノン相当ダメージ受けるはず。ずっと赤いビームで狙ってたもんね。うわ、とんでもない威力だぞ。これが神獣の真の力。ガノンもはやこれでやられてくんねえか。そこまではいかないんだろうな。うわー、すげえ。どれくらいいくんだったっけ。いけ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 、もっと。おお、めっちゃいく、めっちゃいくじゃん。半分いった。ありがとう、英傑たち。残り半分はリンクに任せろ。よし。どうだガノン、これが神獣の力だ。思い知ったか。もうすでに体力は半分だろう。まずさ、剣食おうか。怒ってる。そりゃ怒るよね。出てきた瞬間体力半分になったらね。マスターソードを取り出して、行くぞ。かっこいい。これも剣の試練でマックス強化しましたからね。そしたら料理でまずは剣系、この辺か。時間長いやつなかったっけ。1個だけあった。力卵焼き、これ9分50秒なんで、これをつけましょう。力効果レベル3いきます。待てよ、危ね。待て、これね、落ち着け。ダルケルの守り、あんま使いたくねえなこの時点では。ほら、顔を叩いて。ちょっと待てよ、落ち着け。これさ、うわ、ダルケルあんま使いたくねえんだ。ダルケルあんま使いたくない。ほら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 、オッケー。ちょこちょこ、あっぶー、くっそ。その毎回着地の時、これさ、弓矢の方がいいか。落ち着け。ここ狙って狙って狙って、おい、ナイスヘッショ。ちょ待て、ここ、待って、危ねえ。これほんと跳ね返せればいいんだけどさ。上行った。ちょっと待って、ヘッドショットか。跳ね返しいけるか。まあ、ダルケルの守り、アイスメーカー。アイスメーカーで壊して壊して、はい、壊す壊す壊す。水のカースガノンみたいな攻撃してくんな。で、持ってる剣は炎のカースガノンだもんね。待てよ、ここでいって、オッケー。ダルケルの守りで跳ね返したぞ。ありがとうダルケル。いけ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 。ここ結構威力上がってるからね。マスターソード自体も強いし今。待てよ、危ねえ。シュッシュ、落ち着け。また上行く。ほら、ちょっと待てよ。反動とかないのかよ君。ヘッドショット狙うしかない。ピュン、待て、ピュン、ちょっと待て。爆弾矢とかの方がいいか。お、いいぞ、多少食らった。ムービー入りまして、うわー、ガードに入った。オレンジ色でかっこいいね。これ跳ね返すしかないよな。ダルケルがない。入り盾でいくぞ。待て、ガノンといえば跳ね返し。おら、くっそ。もう一発来いや、もう一発来いや。確かこのオレンジの時はね、攻撃効かないんですよ。だから跳ね返しとかでなんとか。あ、これて上昇気流で上がろうと思ったんだけど、うまくいかないね。待てよ、おい、これガーディアンみたいに跳ね返して攻撃するしかないんだよな。危ない。怖い怖い怖い。ちょい。これさ、ウルボザの怒りとか通る。ウルボザでもいいかもしれんなさい。これマスターソードで弾き返すわ。このほら、そういうのじゃないんだっけ。あぶね、ガノンといえば弾き返すってイメージあるんだけどな。ほら、うまい、いった、素晴らしい、いけリンク、頑張れ頑張れ頑張れ、ほらほらほら、めっちゃ食らうじゃん、めっちゃ食らうじゃん、リンク頑張れ。これさ、これさ、ウルボザの怒り使っちゃっていい？あ、いって、ちょっと待てよ、ちょっと待てよ、ウルボザの怒りやっちゃっていいっすか。おら、ウルボザナイスウルボザ通るぞ、いけ、結構食らってる。うわー、ウルボザまだあります。おら、くそ、オッケー、いった、ここでちょっと頑張れ、ビリビリしてるうちに攻撃していく。いっけ、とどめだ、ラスト一発、オッケー、ありがとう英傑たち英傑たちの力でなんとか乗り切った。ウルボザの怒りとダルケルの守りが強すぎる。おいガノン、思い知ったか、これが英傑たちの力だ。わあ、もう体ボロボロじゃん、なんかすごい。あー、ガノンのドロドロが体から溢れ出しておりますが、もちろんガノンが第一形態で終わるわけありませんよね。それは今までのゼルダの伝説でも一緒だ。あー、体からドロドロ漏れ出しすぎて、あー、もうなくなっちゃうよガノン。どういうあれなの、もう怨念が強すぎて怖い。あ、爆発するぞ。うわ、カースガノンみたいな爆発の仕方をしましたが、ちょっとリンク、とりあえずこっから出た方がいいんじゃない。あ、シーカーの紋章が下に刻まれておりましたが、ガノンが怨念概念みたいになってるぞ。リンク、どうやってあれを倒すの。もやもやしてる。あ、出てった。おい、やばいぞ、止めねえと。あいつハイラルのとこに行く気だぞ。リンク、ここどうやって出る。あ、なんかゼルダ？この光は、ゼルダの力で、外に出してもらえたのかな？行きましょうか。お！タピオカ待っててくれたんだね。お！ゼルダの声が聞こえる。よし、ここ最後やっぱ、騎乗戦ってのが熱いんだよな、ゼルダはな。はい。そうなんだよ、もう。諦め悪すぎて、ガノンはさ。この爪の形は、いつもの豚の姿ですよね。そう、ガノンドロフはね、元は豚の姿なんだよ。あー、暴走しすぎ、やばい、100年前を超える悲劇、そんな引き起こしちゃダメだぞ。あー、憎悪と怨念の権化、魔獣ガノン出ました。時のオカリナの時も倒したんだけどな。お、来た、光の弓矢。これもゼルダの伝説シリーズではおなじみの武器ですよね。いや、もうマスターソードも完璧に力取り戻したし、うつしえの記憶で記憶も全部取り戻したよ。任せろ。いや、ここでブレワイのメインテーマが熱すぎる。行くぞ、任せろ。勇気といえばリンク、行きます。まずは光の弓矢をゲットしに行こう。はい、ここでゲット。はい、光の弓矢100、魔獣ガノンとの決戦の前にゼルダから受け取った弓矢。勇者が構えることで光が集い、厄災を打つ矢となる。任せろ。待って、まずはガノンの攻撃を避けなきゃ。タピ、危ないはや、タピさすが、オッケー、覆ってるね。うわ、ここでこの BGM 熱い。ちょっと待って、危ない、タピ走れちょっとどんな攻撃も受け付けない。お、ここもゼルダとの共闘だな。風のタクトとかでもそうだったもんね。オッケー、光ってるところ、まずどこ光るの、教えて、場所。ブーン、はい、ブーンもそうなんだけど、あー、怖いね、でかいね。ダルケルの守りが復活したよ。どこをまずは、お、左か、分かった。ちょっと待って、ゼルダさん、ここで、あ、光の弓矢、ここに来て、来た、光の弓矢、ビュン、ナイスからの、ほら、いいぞ、ラスト、はい、オッケー、うまいいいよ、一旦離れて、まだだよな、弱まってきてる。いける、次どこ、反対かな、ちょっと反対先回りしとくか。雨降ってきた。あー、タピごめん頑張らせすぎた。ちょっと頑張れ、よし、なだめて、行くぞ。こっち向いた。怖い。でかい。めちゃくちゃでかい。これ放ったら大変なことになるわな。なに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 、斜めに打ってくんのは禁止だろうに。出た。光ってるところ狙ってください。任せてください。ほら当たった。今当たった。ちょっと待って、判定がタピ逆、危ない。ちょタピ待って、一緒に頑張んなきゃ。こう来て、ほらナイス。ゼルダが弱めたところなんとかピンポイントで打っていく。ちゃんとトライフォースの形になってんのが熱いね。はい、ガノンが苦しんでいます。次どこ、どこ、頭の方まで回った方がいいか。ちょっと待てよ。落ち着け。こっち向いてくるよねどうせ。一旦待とう、この辺で。よし。いや、この古代の馬雲探すの大変だったんだから。そう、古代のやつ来てるから、このねダッシュがね2段階増えてんのよ。うわ、見当外れなとこ打ってる。そっち打ってどうすんだ。お腹か。怨念押さえてます。ありがとう。押さえてくれてる間に打っていく。オッケー。いや、やっぱ最後はゼルダとの共闘が熱いね。あと少しです。うっ、赤き月っぽくなってきたよ。ちょっと待って、空が大変なことになってる。ちょ、ガノンが完全に力を取り戻すのも通常。任せろ。待て、落ち着け。来た、あそこだな、ラスト。よし、ここ待てよ。はい、注水任せろ。ここでほらいけ。ガノンを倒してオッケー。ということでガノンとどめを刺しました。中枢打ったぞ。おい、もうやめろ。何回も復活すんの。ゼルダ、この光り方来た。ゼルダ、ようやく会えた。100パートぶりに会えたし、100年ぶりに会えた。最後の封印はもちろんゼルダに任せちゃっていいですか。うわー、でっか。こんなでかいんだ。近く行くともうゼルダ見えないじゃん。頑張れゼルダ、最後封印の力残ってる。こんなにここまで弱らしたからなんとかなると思うけども、わー、ちょっと気持ち悪いね。画質が良すぎて気持ち悪いね。頑張れ、なんとか封じ込めろ。ゼルダの体が光ってる。封印の力でいけ。あー、ガノンがまた怨念になってってるよ。獣豚の体が取っ払われて、怖い。やばいよ、来るよゼルダ、間に合う。いけ。危ない、かすってる。リンク何やってんの、助けてあげないと。ゼルダを来た。頑張れ。トライフォースがやっぱり宿ってるんだよ。そう、ブレス・オブ・ザ・ワイルドではさ、あんまりトライフォースのさ話が詳しく出てこないから、ここは次回作でされんのかな。トライフォースの形に光って、封印した。 OK、 大丈夫。もうガノン出てこない。ガノン討伐コンプリート。やりました。お待たせゼルダ。100パート待ったね。ごめんね。1年待ったね。100年も待ったし。待ちすぎ。待たせすぎ。コログとか集めてる場合じゃなかったけど、なんとかこれで。いや、ここでこの BGM がずるすぎる。見守ってたよね、ずっと。声かけてくれてありがとう。うん。いや、ちょっと大変だったよ、本当に。いろんなことが大変だった、ここまで。私も信じてたよ。あなたが必ず厄災ガノンを打ち倒してくれる。ありがとう、信じて待ってくれて。いやー、100年ぶりに会えた。こちらこそありがとう。いやー、ハイラルの勇者ね。私を覚えていますか。覚えてるよ。いろんなとこで写し絵見て思い出したよ。ゼルダ、やっと救えた。ということで、よかった。ゼルダの伝説ブレス・オブ・ザ・ワイルド、なんとか。完全クリアではまだないですけど、一旦ね、エンディング、迎えることができました。私を覚えていますか。このセリフが、良すぎるね。思い出したよ、リンクはいろんなとこ巡っていろんな人から話聞いて、なんとかガノンを打ち倒すことができました。そして、もちろん、ゼルダの伝説ブレスオブザワイルド MK のゲーム実況チャンネルでは、これで終わりではございません。今これクリアしたので、今度パーセンテージが出るはずなんですよ。マップのところのね、左下にパーセンテージが出たような記憶があるので、まず今ちょっとクリアしたらそのパーセンテージを見に行きましょう。今のところ、パーセンテージに関係あるものがですね、真珠の解放と、あとは、祠120個、あと、写し絵関係あったかな？ちょっと忘れちゃったけど。あ、でも写し絵やんないとメインチャレンジがどうせクリアできないのか。メインチャレンジ全部、ダウンロードコンテンツ抜かしてね。で、ミニチャレンジ全部、祠チャレンジ全部、で、真珠の全解放を、で、120個の、祠解放を、かつ、マップ、すべて登録、で、コロク900個全回収。これが 100% の条件になっております。で、MK さんが現時点でやってないというか、まあ、やれてないのは、コログ900個と、あとマップ目なんですよ。ここさえ終われば、もう 100% だと思います。ミニチャレンジも多分全部やってる。一応ね、今これ、クリアしたら、何分のなんてミニチャレンジとホコラチャレンジが出るようになるので、それで、まあ、確認自体はすることができます。なのでまあ、次回からちょっと生放送でコログを残り集めるか、ちょっと長尺動画みたいな感じにするか、まだ、曖昧というか悩んでるところなんですけども、もちろんね、100% 完全クリアまでやっていきますので、ぜひ、チャンネル登録と高評価をして、ゼルダの伝説ブレスオブザワイルド 100% まで皆さんお待ちください。そしてさっきから背景に懐かしい光景がたくさん浮かんできておりますね。で、次回作の Tears of the Kingdom がですね、これを今撮ってる時点で、あと1週間近くで発売になります。で、もしかしたら発売日までに終わらないかもしれないですけど、まあ終わらなかったとしてもね、なんかちょっと一時期は被るような状態で、100% までこれはやっていければと思いますので、そこもご安心ください。プラス、討伐の証もね、100% には関係ないんですけど、もうここまで来たらやろうと思ってるんで、討伐の証もコンプリートやりたいと思います。ヒノックスと、イワロック系と、ボルドラジークか。そちらも頑張りましょう。ということで、ゾーラの里。みんな英傑のストーリーだったらどれ好き？ MK さんはやっぱりミファーちゃんが一番好きだなって思うんだけど、どうなんだろうね、この英傑たちな、まあ、子孫はね、Tears of the Kingdom に出てくるってありましたけど、あ、このテーマずる。この、それぞれのさ、英傑のテーマいいよね。リーバルのやつもね、音楽は好きなんですよ。そう、このエンディングがね、いろんなメドレーになってて、このエンディングだけでも結構、聞いてると面白いなという感じなんですけど、シド王子よかったな。シド王子熱かったな。Tears of the Kingdom でもお世話になると思いますんで、よろしくお願いします。で、そう、薬剤の目視録とかでもね、英傑たちとか、英傑の子孫たちは、プレイヤブルキャラクターで動かせたりしましたが、あれもあれで面白かったよね。いや、そう思うと、本当今、英傑の薬剤の目視録が 90% ぐらいやったのか、私。で、今これ、ブレスオブザワイルドが 100% と、まあ、120ぐらいまでには終わるかなって感じですけども、ほんと結構やってるね、ゼルダのこの、まあ、ブレスオブザワイルドシリーズだけでも。Tears of the Kingdom 何パートになるだろうね。今のうちに皆さんぜひ、予想の方、コメント欄とかに書いていってください。そして、はい。次はウルボザのところか。いや、このゲルド砂漠もいいよね。結構好き。ガノンはね、このゲルド族ですから、その話はあんまりね、今回、Tears of the Kingdom の PV ではガノンドロフが、映ってたりしましたもんね。そう、ガノンドロフはね、ガノンが人間になった姿のことをガノンドロフって言うんですけど、ガノンドロフはもちろんゲルド族の出身でですね、100年に一度男が生まれるっていう設定があるんだよね。で、その100年に一度生まれた男が、ああやってガノンドロフとして、悪に染まってしまったと。で、それが、何回も復活してみたいな感じで、その歴史が繰り返されてるってのが、このハイラル史なんですよね。いや、どうなるんだろうね。次回作、一応今回でこれ封印した感じにはなってるんだけど、ガノンドロフがまた、なんか、よくわかんない民族みたいな人たちによって復活させられんのかな？ちょっとそのあたりはやってみないとわかりませんが、ウルボザもな。そう、英傑たちのバラットもやっぱさ、クリア前にやっといてよかったね。英傑たちのバラッドをやったことによって結構英傑たちの深掘りというか、ゼルダに対する思いとかガノンに対する思い、リンクに対する思いもちょっと深く知ることができましたもんね。そして来た、この音楽好き、このリトのメロディー好き、これいいよね。てかカッシーワも良かったな。カッシーワはね、英傑たちのバラッドで結構主役級の扱いを受けてたりするんですけども、そうね、最後の歌がさ、メインテーマになるっていうのもめちゃくちゃ熱いし、いや、カッシーワも今後出るだろうね。Tears of the Kingdom にもいるんじゃないかな、カッシーワ。また、ホコラチャレンジとかね、新しい師匠の歌とかやってくれると嬉しいなって感じだけども。まあ、ブレス・オブ・ザ・ワイルドと、基本的なマップはね、変わらないって言ってたんで、あとまあ、天空があったりとか、地下もあんのかな、どうなんだろう。なんかあるっぽい描写はちょこちょこ見えてましたけど、まあ、ブレス・オブ・ザ・ワイルドのマップとかを理解してれば、うわぁ、ちょっとこのフレーズいいな。Tears of the Kingdom もかなり楽しめると思う。うわぁ、いいな。なんか音楽で言ったらこの、リトのね、リーバルのテーマが一番好きな気がする。リーバルもな、憎めないやつなんだよな。こいつはこいつで、めちゃくちゃ裏で努力してるタイプだからさ。なんか、実力があるのもわかるし、それでこう、なんか適当に選ばれてんじゃないのみたいに、こう強く出ちゃうのも、実力ありきではあるからね。そして、お！いいね。シーカーストーン。なんかさ、そう、Tears of the Kingdom でさ、ゼルダが持ってるシーカーストーンと、あとリンクが持ってるなんかシーカーストーンなのかわかんないけど、なんかちょっとデザイン違うんだよね。その辺も、語られるかもしれませんが、出た。ハイラル王。ハイリアとハイラルがたまにややこしいよね。ハイラル王だね、こいつは。いや、パラセールくれたからね。まあ、パラセールといえばね、まあ、パラショールとかっていう名前ですけど、スカイウォードソードとかにも出てきた、まあ、ゼルダが作ってくれたみたいな重要アイテムですからね。いやー、ちょっと、なんか、Tears of the Kingdom がすぐに発売されるから、まだいいけど、もっともっとこの世界を楽しみたい感はあるよね、正直。まあ、まだまだコログでやることにはなるんですけど、デクの貴様。デクの貴様もな。うん、時のオカリナとかからそうですけど、お！そろそろ終わりか。で、もちろんこの後、C パートというか、あれがありますんで、エンディング後の、真のエンディングみたいなのがあるんだよね。真珠を全部解放してると、見れる真のエンディングみたいなのもこの後出てきますので、皆さんぜひそちらもご覧ください。もう聞いたこと皆さんあるよねっていう名前が連なっておりますが、マスターソード、マスターソードな、なんとか結構序盤の方で抜いたもんね、MK さんで。てか1年かかったか、100パートやるのに。まあ言うて3日に1本ぐらいは出してたよね。そう思えば365日で100パートやってるから、まあ3日4日に1本は出してたという計算でしょうか。まあここ最近になってピッチかかった感はありますけども、はい、2017年か、もう6年前なんだ。変な感じ。お、まずはエンディング後のムービー見ましょうか。光の弓矢持ってる。いや、こうやってリンクとゼルダが並んでるのももうこの時点で熱いな。うん、なんとか封印できたよ。行こう。そして、そうなんだよね。みんな見てんだよ。ちゃんとハイラルに平和戻したよ。ハイラルを、そして、英傑たち、ミファーちゃん、ダルケル、ウルボザ、そしてリーバル。ちゃんと見守っててくれたんだな。MK さんとか、リンクとゼルダが、ちゃんとガノンを倒すのを、そして、ああ、消えてった。あ、ゼルダが、ちょっとだけ気づいたけど、そう、ここでさ、まあ、英傑たちの加護がこれで切れちゃったってことなのかな。Tears of the Kingdom ではリーバルトルネードとかなさそうだったもんね。でも最後、ガノン討伐まで見守ってくれててありがとう。ジエンドなんですけど、まだありますよ。真のエンディングがあるんで、こっから。この最後のムービーもね、MK さんなんとなく覚えてるけど、またいいのよ。はい。いやー、ガノンからガノンっていうか、ハイラル城から怨念が消えたね。ガノンの。はい。わかりました。着替えたね、ゼルダ。うん。ルッタか。メドウとナボリスは見えるけど。はい。そうだね。また雨だらけになると良くないからね。ゾーラの里が。うん。ああ。なるほど。わかりました。まあ覚えてることを教えてあげましょう。うん。いや、ここでそのフレーズ流すのずるいな。ここでメインテーマずるくない？この国の人々ならきっと昔よりも素晴らしいハイラルを作ることができる。ゼルダ頼むよ。MK さんも頑張るよ。私はその助けになりたいのです。みんなついてくるよ、ゼルダに。いやー、音楽が良すぎる。いきますか。一つずつ一つずつ復興に向かって頑張りましょう。あ、そしてゼルダが乗ってたあの白い馬、ちゃんと元に戻ったんだね。あ、マスターソードの声。大丈夫？うん。まあ、いやでも最後の最後頑張ってくれたじゃん。ガノン封印するので、あれで使い切っちゃったのかもな、一回。お、でも私、もう平気です。いやー、ゼルダが笑ってるだけでもうすごい安心する。うわー、いやー、ここで「ブレス・オブ・ザ・ワイルド」のこのフレーズ流すのずるい。そしてここで満開の姫静かなんだよね。ずるい良すぎる。平和の象徴ですよ。ゼルダが大好きなお花、姫静かが一面に咲き誇ったところで、ゼルダの伝説ブレス・オブ・ザ・ワイルド真のエンディングでした。いやー、最後の最後の演出ずるいよな。とりあえず遊びましょうか。この星マークのところで遊べばいいんだな。そうすれば、あれだもんね。クリア後の感じで見れると思います。いや、何パーセントになってると思う？ 50% いってないよね、多分ね。コロクが集まってなさすぎて。はい。で、もちろんこれ倒す直前になっちゃうんですけど、一旦ここ脱出して、倒した状態にはなってるんですよ、これ。わかりますか？ガノンは倒したんだけど、ガノンを倒す前の状態になってるっていう、わかります？ちょっとメタ的な、あれなんですけど、星マークがついてるってことは、倒したセーブデータだよってことではあるんで、よろしくお願いします。まあ、そうしないと魔物とか一切出てこない、あれになっちゃうからね。それはそれでおかしいからね。で、一旦城下町のここまで出てきた、待て、一旦快晴の祠まで戻っていい？ちょっと怖いわ、ここ。なんか、ごちゃごちゃやってると敵に襲われる気がする。はい。快晴の祠まで戻ります。だったらとか無理か。さっきのところのマップからじゃ、快晴の祠は直で飛べないもんね。で、何パーセントかだよな。あ、今映ってた？左下。MK さんちょっと見てなかった。ちょっと見よう。コログ382。全部で900なんだよ。あと、マップがどれぐらい埋まってるかだよね。それによると思う。半分ぐらいは埋まってると思うんだけどね、マップも。はい、快晴の祠。始まりの場所に戻ってきまして、行きます。ほい！ 56.47%！ 左下見て。56.47%。結構終わってんな。あと、43.53%。わかりました。あ、思ったより行ってた。あとさっき言い忘れましたけど、ハイラル図鑑ももちろんコンプリートしたいと思いますんで、そこのところもよろしくお願いします。思ったより、56.47 か。思ったより来てるね。だってコログが 50% 近く占めてるよね。確か、クリアパーセンテージの。へえ、こんな終わってたんだ。よし、じゃあちょっと、クリア後で若干あれですけども、アミーボタイム行ってよろしいですか？ちょっとここからは普通にコログの実集めとか、アミーボ装備集めとか、そのあたりやっていきたいと思います。ということで、本日のアミーボタイム、まずは時岡。ちょっと、さっきまで感動的なエンディングを見てて、いきなりちょっと場面変わってあれなんですけども、はい、時のオカリナでは、時の勇者服あたりが、たくさん手に入ったら嬉しいなという感じでございますが、大五論島とかも運が良ければ出るはず。おお、時の勇者帽子。時を超えて旅をした勇者が身につけていたと言われる帽子。子供でも大人でも被りたくなる一品。お、最後のセリフいいね。時を超えて子供リンク、大人リンクで旅するんだもんね、時のオカリナはね。いや、ちょっと最後のその一フレーズにセンスを感じた MK さんですが、はい、次、風のタクトゼルダ。これはね、確か盾がゲットできたはず。ほい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 。なんかね、これ1種類なのになかなか出ないんだよな。風たくゼルダ出てきて。特別なアイテム、トパーズ、しょうがないですね。そしたら次、風たくリンク、ほい。ちょっといきなりアミーボやっててみんな緩急がすごくない？エンディング終わってからこんなアミーボやる？いや、一回終わってもいいんだけど、でもせっかくだからさ、いつもの尺ぐらいはやろうよ。はい。そして、ここも出なかったね、今。次、はい。また、今度はスマブラのトゥーンリンク。まあ、風たく扱いですね。これで出るでしょうか。ほい、風の勇者ズボンが欲しいんだよね。お、来た！風の勇者ズボン。大海原を旅した勇者が愛用したと言われているズボン。多少水に濡れても平気な作りになっている。これで、揃ったよ。風の勇者、ほら、風の勇者帽子、風の勇者服、風の勇者ズボン揃いました。来た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 だんだんアミーボの装備も揃ってきてますよ。そしたら次、はい。スカイウォードじゃねえや。あれだ。トワイライトプリンセス。アミーボ読み込ませました。こちらは、黄昏の勇者服あたりが手に入ると思いますが、手に入んないか、王家の盾。次。これもあれですね、スマブラのリンク。だから、トワイライトプリンセス仕様なので、トワイライトプリンセスのアミーボと同じ扱いでございます。どうだ？ほい！全然出ねえ。次、スカイウォードソード。ちょっとなんかいきなり緩いね。アミーボめっちゃ緩くなってるけど大丈夫？さっきまで超感動的なエンディングだったのに。お！大空の勇者服。鳥に乗って空から現れた勇者がいつも着ていたと言われている緑の服。儀式の祝いとして贈られた品だと言われているそうですね。そうそうそう。入学式みたいな時にもらうんだよね。そうそうそう。いやー、鳥に乗って空から現れた勇者がいつも着ていたと言われているなんだ。まあ、ここ大事だもんね。そう、スカイウォードソードは天地創造、てか、まあ、大地創造みたいなとこから始まるんで。はい、次。ほい、ムジュラの仮面。これはね、鬼神リンクとかが手に入るはずなんですけど、なんか出ないんだよな。ほい、鬼神シリーズ、出てください。どうでしょうか。おお、鬼神帽子！ちょっと今日、運いいね。はい、月が落ちてくる世界の勇者が持っていた防具。見た目はちょっと怖いが、身につけると鬼神のごとき力が湧いてくる。そう、この鬼神のお面はね、全部のお面を揃えないとゲットできないっていうめちゃくちゃ難しいっていうか、しかも、一定の場所でしか使えないしね。めちゃくちゃ条件が難しいお面なんだけど、はい、それがもらえると。うわ、そして、今さらっとやったのは初代ゼルダの伝説のやつでしたが、出ませんでした。ちょっと待って、拾えない？これ、捨てるか。この辺一緒なんだよな。捨てちゃおう。はい。で、おい。まあ、一応もらっとくよ、中から。王家の盾。そして、ちょっと、黄昏の、高級が欲しいんで、トワイライトプリンセスのゼルダも、何回も読み込ませていいですか？ちょっと、黄昏の高級何個あってもいいからさ、これだけ毎回読み込ませたいっていう MK さんの。王家の弓。まあ。ということで、ちょっと今回運良かったね。ちょっと防具系がかなり揃ったよ、今。ほら。よかったよかった。ということで、ちょっと、この辺りのコログでも集めますか？ほい。で、待てよ。その前にさ、キルトンのところ行ってさ、あれしよっか。なんだっけ、討伐の証？どんな感じになってるかちょっと見ようか。じゃあ、ダヒシーノの祠飛びまして、一旦夜にしたいと思います。そう、討伐の証っていうね、まあ、さっきも軽く説明しましたけど、ヒノックスと、イワロック系と、モルドラジークが、倒せば、証がもらえるんですよ、全部ね。で、全部が残り何個みたいなのが出るはず。キルトンに聞けばわかるはずなんで、ちょっとそれを聞きに行ってもよろしいでしょうか。あとはライネルのお面とかもらっとくあれ。あれだけ一応持ってないからさ、まあ、ついでにもらってもいいっちゃいいけど。一旦ここで、太陽っていうか火炎の体験あるよね。で、これを使って一旦、ほいほい、夜にしましょう。置いて、ほーら、オッケー。いや、てかちょっと、あれだな。まだちょっとエンディングの余韻が消えてない。エンディング良すぎじゃない？ブレスオブザワイルド。てかさ、メインテーマをさ、あそこでがっつりかけんのずるくない？ゼルダの伝説、ブレスオブザワイルドじゃねえや。ゼルダの伝説の、キルトン出てる？あれ出てねえ。あれもう夜なんだけどな。夜なんだけどね。逆に朝ぐらいにした方がいいのかな？でもそれだと店じまいみたいに言われるよね、多分ね。あれ、夜の9時だとまだ早いのか。そういうことか。そしたら、まだ早い。この辺り、軽く探索して出るの待つ。再ロードしないと出ない説もあるけど。あ、待って、あれつけないと。コログのお面をしっかりつけないと探索する意味がありませんからね。ほら、この辺とか、まだ取ってないコログあるんじゃない？余裕で。全然ありそう。コログちゃん。あ、もはやさ、あ、やってるんです、そこ。コログだったけどやってる。この辺は草木がいっぱいですけども。え？あ、あの頂点の木は絶対コログだけどやってるかな。なんか3本生えてるけど。さっきまでエンディングやってたのに、この変わりようよ。それやってる？やってないんじゃね？一回行こうか、リンク。ほら、こう来て。ほい。リンクさん、ここ、コログでしょ。はい。あ、やってる。やってた。そしたら1から戻ってもいいけど、10時過ぎたらさすがにキルトンいるよね。かかりこ行くか。かかりこ村のところでも、会ったことがないんで、そっちでちょっと会いたいと思います。いつもはね、一から村のところで会うんですけど、ちょっとタイミングがなんか良くなかったみたい。あれ？クリア後だと、またどっか固定、あれ？もう一回ドクロのとこに固定されるとかある？いや、ないよね。関係ないよね。クリア後だと場所固定、いや、聞いたことないけどな。え？もしかしてそういう変な仕様がある？ないと思うんだけど。ないと信じてはいますけども。はい。ここで、キルトンさん。あ、いたいたいた。よかった。ちょっと変な感じかと思ったらちゃんといました。おい。待って。インパさん。これ。あ、乗れる？あ、頑張れ。あ、ダメだ。で、ここ。コログとかいないよね。大丈夫だよね。もうやったもんね、この辺は。おい。リンク頑張れ。おい。おい。上がれ。頑張り。ゲージ。なんとか。足りて、ください。よ、オッケー。いや、てかさ、56% も終わってんの、結構意外だな。全然まだ 30% ぐらいだと思ってた。MK さん、コログ全然集まってないからまだ。キルトン、ちょっとまたアクセスしづらい場所にいるね、君も。ほい。ほい。からの、ほい。よし、この頂点は、コログはなしと。こんにちは。ここで会うのは初めてですかね。はい。この匂いはイワロックか、はたまた、イワロックは来ないでしょう。ひゃあ、あなたでしたか。おやおや、なんとも香ばしい匂いがするじゃないですか。さては、相当な魔物体験をされてきましたね。羨ましいです。これ、クリア後限定のテキストですからね。では、改めまして、こんばんは、ご用は何でしょう。これね、魔物について聞きたいにするんだよ。ひゃ、ひゃい、魔物についてお聞きしたいと、もう、そりゃあ喜んで、せっかくなんで、ビッグな奴らの話をいたしましょう。それでは岩の巨像か森の巨人かはたまた砂の巨獣どの魔物のお話をしましょう。これがイワロック、ヒノックス、モルドラジークですよね。じゃあ岩の巨像で、岩の巨像、それはまたの名をイワロック。その辺の岩に化け土の下に隠れている頑丈な奴らです。文献によればその数40体。めちゃくちゃいるね。私も追跡中なのですが、何せ相手は兄弟、近づくことすらままなりません。なので代わりにそいつらを見つけ、全てを倒したら、私のところまで来てくれませんか。これが討伐の証になります。あなたに付着した匂いや体液から、奴らの習性が嗅ぎ取れますからね。それではお願いしますよ。あ、これ、今何匹か教えてくんないの？はい。くんくん、この匂い、ふむふむ、なるほど。あなた、これまで全40体のうち、10体のイワロックを倒しましたね。10体か。まあ。そしたら次、森の巨人。森の巨人、それはまたの名をヒノックス。世界中の森で眠っている一つ目の巨人です。文献によればその数40体。まあ、いるよね。私も追跡中なのですが、何せ相手は兄弟、近づくことすらままなりませんと。なので代わりにそいつらを見つけ、すべて倒したら、私のところまで来てくれませんか？あなたに付着した匂いや体液から、奴らの習性が嗅ぎ取れますからね。それではお願いしますよ。で、何体ですか、今は。はい。この匂い、なるほど。11体か。まあ。結構倒してるもんね。そして、モルドラジークがね、4体だか5体しかいないはずなんだよ。砂の巨獣、それはまたの名をモルドラジーク。主に砂漠地方に住んでいて、魔物の中でも最も巨大な部類に入ります。文献によれば、その数4体。私も追跡中なのですが、おっと？どうだろう。4体、多分3体なんだよな、倒したの。くんくん、この匂い。ふむふむ、なるほど。あなたはこれまで全4体のうち3体のモルドラジークを倒しましたね。それでは引き続き討伐の方をお願いしますね。あと1体。どこにいるんだろう。はい。ちょっと待てよ。これさ、MK さん、ライネルマスクだけ持ってないよね。ライネルマスク買います？まあ、それはちょっとまた後の機会でいいか。はい。また美しき夜に、そう、こうやってクリア後要素も進んでいく感じになりますが、まあ、討伐の証はね、100% に直接関係してるわけではないので、まあ、言っちゃいいんだけどね。うわ、どこだろうな。どこ倒してどこ倒してないとか覚えてないんだけど、また全部倒すしかないのか、これ。あとは、あ、ハイラル図鑑行ってみましょうか。ハイラル図鑑はハテノですよね。はい、ハテノ古代研究所。ハイラル図鑑ももちろんコンプリートしたいと思っておりまして、これお金がかなりかかるんですよ。なので、ちょっとお金を作ってからハイラル図鑑を埋めていく形になるかな。まあ、全部さっきのガノンとかも写真撮っときゃよかったな。そう、ガノンも写真はあるはず。なんですけど、まあ、クリア後だったら買えるんで、買えるから言っちゃいいんだけどね。はい、果ての古代研究所に着きました。で、待てよ。一旦、コログ反応してるね。やらないわけにいかないよ。上かな？真上じゃね？普通に考えたら。おい、リーバルトルネードで、一番上じゃない？あ、だよねー。ということで、はい、コログ発見。いやー、岩ロックとか、今まで見つけたの倒してくればよかったな。ただ、どこのやつ倒してて、どこのやつ倒してないかわかんないんだよね。そう、一応ね、星マークがつくから、倒したやつはね。それでまあ、わかるっちゃわかるんですけども。ほい、頼もう。あなたですよね。こんばんは。ご用は何でしょう。写し絵よろしくお願いします。現在追加できる写し絵はこちらです。強敵の写し絵揃えちゃう？はい。これ全部買おう。6500ルピー。買います。ほい。オッケー。これで強敵。おー。白銀ボコブリン。待てよ。後で全部見よう。お宝の写し絵あと1枚だからこれも買っちゃっていいですか？はい。オッケー。あ、夜光石だったんだ。ああ、だったら普通に取れたな、自分で。で、これさ、素材いけちゃうな。これ、全部買うで2000ルピーだよね。買います。あ、結構揃うね、これ。オーケー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 。ハイラル図鑑、かなり揃ってきたよ。ちょっと待てよ。ちょっと一旦さ、強敵のやつ見ていいですか。ハイラル図鑑にして、魔物にすればいいのか。お！え？この辺埋まってない。この3つなんだろう。雷のカースガノン、炎のカースガノン、水のカースガノン、風のカースガノン、で、薬剤ガノンと、魔獣ガノンですね。うわ、この辺もちょっと最後に、読みますか。まあ、読むほどのものでもないような気もしますけど。で、あ、黄河様と水巨子屋もある。へー。これダウンロードコンテンツの分もあるの？あ、キングラジークもある。あ、これクリア後に追加されてんのか、もしかして。え？アミーボ装備とかはないよね。さすがに。アミーボ装備はないね。オッケー。で、あとは、これさ、生き物とかは？ああ、まだ全然揃ってないんだ。まあ、このあたりもやっていく必要がありますが、一旦今回はこれぐらいで終わっておきましょう。じゃあ次回ね、ちょっと生放送になるか動画になるかわかりませんが、まだまだ頑張ってやっていければと思いますので、完全クリアまでぜひお付き合いください。ということで、今回の実況はここまでです。チャンネル登録がまだの方、ぜひぜひお願いします。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。